体育座りをして、この弁慶、すねの骨の外側の筋肉、下から上に向かって親指で揉んでいきます。あんまり肩は力入れすぎないようにして、痛気持ちいいぐらいの強さで揉んでいきましょう。このすねの硬い骨の外側ですね、こう触って硬いな、張ってるなっていうのが分かると思います。よし、 OK。 次はつま先を限界までぐーっと上げます。限界まで上げてキープです。このすねのね、筋肉力入ってる感覚が分かると思います。普段使わないところなので、つりそうになる方もいるかもしれないです。つりそうな方一回下ろしても大丈夫です。できる方は限界まで上げてキープです。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 次は右足を前に出した状態で、すねの一番張ってる真ん中らへん、両手で押さえながら、つま先をグッと上げる、両手で押さえながら上げる。これ押さえるポイントお任せします。自分で張ってるな、硬いなと思うところ押してみましょう。で、僕はふくらはぎも一緒にね、わしづかみしながら上げてます。ふくらはぎ、すねを押さえながら上げる、押さえながら上げる。ラスティックいきましょう。グッと押さえながらゆっくり限界まで上げ切る。 OK。 次はこのすねの筋肉、押したまま足首回します。こんな感じです。で、肩あんまり力入りすぎないようにしましょう。で、こういう風に掴んだ方が持ちやすい人はこれでもいいです。親指が前でも、人差し指、中指が前でも、どっちでもいいです。ふくらはぎとすね、わしづかみにした状態でね、ふくらはぎ、ごめんなさい、足首大きく回していきましょう。痛気持ちいいぐらいで、肩に力入れすぎないようにしましょう。よし、 OK。 次は土踏まずのあたり、両手で押さえたまま足の指を動かしましょう。これね、普段使ってないところなので、つりそうになる方いるかもしれないです。つらない範囲で大丈夫です。で、指動かないよって方は、片手で土踏まず押さえながら、もう片方の手で指をね、こうやって動かしても大丈夫です。で、自分の楽な体勢探してみましょう。こうやって前かがみになってもいいし、こうやってね、やってもいいです。土踏まずあたりを押しながら、足指を動かすことが目的です。よし、 OK。 次はですね、右足を前に出します。で、体を倒して裏もも伸びる状態作ったら、この足をですね、こっちに倒します。膝はまっすぐ向けたまま、足だけ内側に倒す。このすねの外側の筋肉伸びると思います。で、これ伸びる感覚ない方、いろいろ向き変えてみてください。手でこうやって引っ張ったりとか、もうちょっとつま先真正面に倒したりとか、このすねとかふくらはぎ外側伸びる位置探してみましょう。で、膝が内側入っちゃうと伸びないです。膝は真正面向けて、つま先こっち、 OK です。次は逆足いきます。左足のこのすねの真ん中あたり、両手でグッと押さえて、つま先を上げる、押さえてゆっくり上げる。これを繰り返していきましょう。ゆっくり上げる。もう一回上げます。グッと、よし。こっちも掴み方任せます。こうやって人差し指、中指が前でも大丈夫です。痛気持ちいいぐらいの強さでやっていきましょう。自分がね、触って硬いなってところがポイントです。どこが正解っていうのはないです。人によって違うのでね。よし、 OK。 で、次、同じとこ押さえたまま足首を回す。きつい、めっちゃきつい。できる限り大きく足首回しましょう。で、肩ね、あんまり力入らないように、指でしっかり掴んだまま回す。できる限り大きく回す。で、かかと痛い方、こうやってマットの上とかね、お布団の上、ベッドの上でももちろん大丈夫です。やりやすい場所で行いましょう。できる限り大きく回しましょう。よし、 OK。 次は土踏まずですね。両手で土踏まずを押さえて、足の指を曲げる、反らす、繰り返していきましょう。つりそうになる方はね、つらない範囲で OK です。もちろん片手で土踏まず、片手で指をこうやってね、曲げ伸ばししても OK です。自分ができやすい体勢をね、探してみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り大きく指を曲げ伸ばし、もうちょっと頑張って、
どうしよっけ。次、左足を前に出して左の裏もも伸びてる状態作りましょう。で、この状態からつま先こっちに入れる。この外側が伸びればそれで OK です。膝が内に入っちゃうと伸びません。膝は真上を向けといて足だけ内に倒す。こっち側です。すねとかふくらはぎの外側伸びれば大丈夫です。角度とかはね、いろいろ自分で変えてみて、あ、ここ伸びるなって位置を探してみましょう。で、概要欄にこれと一緒にやった方がいい動画を貼っておきますので、ぜひこのまま続けてやってみましょう。 OK です。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。明日も一緒に頑張りましょう。